はい、皆さんお疲れ様です今回はですねシマノの新製品発表会に、えー、行ってまいりましたそのご報告などをしたいと思います GRX がメインですねで GRX っていうのは5択があるんでね5択というかグラベルアドベンチャーってやつですねロードっぽくあのドロップハンドルなんだけど、えー、オフロードシャッ ぽいいタイヤがつくぜみたいなだから、うん、想定してるのは 38C とかそのくらいの太さのタイヤを履いてオンとオフ両方いっちゃうよみたいなねそういうやつですかねで、えー、と800番台と600番台400番台まあ3種類あるとでねシマノの本音としてはおそらくこれ日本であまり売れると思ってないと思いますよなんでかっってていうとだって <laughs> 走る場所ないもん走る場所ないんだからグラベルロード自体が日本はあんまりないじゃないであったとしても数キロで終わりとかねなんかそんな調子ですのでうんで昔からパスハンターとかそういうジャンルはあったのにあったのになんかあのパスハンターを持ってる人なんてのは。 えっと日本全部で全体で1,000人とかなんかそんな感じなんですかね。<laughs> あのほとんどの人は、えー、パスハンターなんて知らないしで私自身も1回も所有した時がないしなんて感じなんですけどね。で当然のことながらこれがですね2019年に出てきたってことは、えー、極めて進化をしておるわけですよ。でしあの進化というものはですねとことん突き詰めていくと緩やかな死を え迎えるみたいなねそういう <laughs> という,ふうに少佐も言ってましたねうんだから今回見てみてえと最初の一言なんか言えって言われたら行き着くとこまで行っちゃって終わったなみたいな「終わったな」って言うとおかしいか「終わったな」じゃなくてあのギチギチに固めちゃってビーグギが取れない根本になったなっていう感じで <laughs> あのねすごいんだスプロ系が1種類なんだっけかな <laughs>。 ほとんどあのギアの選択肢がないのねでギアの選択肢がなくて全てが GRX なら GRX でえっとまとめないとどうにもこうにもなんないっていうコンポですねで以前からあのマウンテンバイクっていうのはそういうふうなあの傾向になっていたんですけどもだからそ,そういうふうになったのはあれかな リアメカがシャドウになってからといいいいいう言い方でいいと思いますねシャドウになってから融通、えー、が利かなくなったっていいますか決められた通りの組み合わせでやらないとなんとか調整でごまかして運用できるようにしちゃうとかっていうのができなくなっちゃった。でなっちゃった理由は何なのかっていうとシングルテンション だからっていうのがまあまあありますね。で、当然ですね。島の側だってシングルテンションにした理由はあるわけですよ。で、その理由の大きいところはえっ、ー、とチェーンのバタつきを抑えるっていうまあ、そこだと思うんですけどね。で、p テンションのところにスタビライザーを入れてケージがこう。バタンバタンこう動かないようにして。それでなおかつあの b テンションの方。 もう,こう動いちゃうとまずいあの P テンションがあって B テンションがありますんでそれをなんとかコントロールしようとコントロールするには2個より1個の方がいいから1個だけをスタビライザーつけてあんまりこう動かないようにっていうふうにやったわけですね。でやった結果どうだったかっていうと決められたスプロケと決められたリアメカとえっ、ー、とで前の方の刃の組み合わせも決められた通りにやっちゃわないと動かないっていうふうになった。 リアメカの格好がケージの形状がスラムっぽいんですけども、えっと、なんでこういうふうにしたかっていうと今回の GRX まあまあその前からあるんだけど、えー、明確に分かるのはですねリアメカのスラント角が少ないのねあの昔の縦型メカ的なんですよ昔は、ね、こうだったの。ただ単にリアメカってこうやって動いてたの。 縦型メカって時代でその後にあのにサンツアーがスラントパンタっていう,こう斜めに行くやつをやったんだよね。で斜めに行くのは何でなのかっていうとスプロゲがこう並んでて、えっと、どんどん大きくなるからそのスプロケの形状に合わせて形状っていうかな大きさっていうかなそれに合わせてこう斜めにデレラーが動くっていう風にやってたんですよ。 で、今のはどうやってやってるかっていうとなんかね縦型メカっぽいんだよね縦型メカっぽくこうなっててそれでじゃあ縦型メカっぽくやるとどうなるかっていうとトップ寄りだとスプロケとプーリーの間がこう空いちゃうえー、ロー側に持っていくとどん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 狭まっちゃうんだよね、うん、縦型メカってでスラントパントだとこうスプロケの 位置にリアメカが合わせてくれるんだでそれプラス B テンションあたりで適当にオニオンオニって動いてくれていい感じのところに持っていくっていう風にやってたんだよで今のはどうなってるかっていうとテンションが1個しかなくてで縦型メカっぽくなっててこう動いてるだけだからそれでなんでスプロケットこうプーリーの間の間の間隔をこう合わせてるかっていうとケージの形状なんで。 ケージが変わったのケージがねえっと P テンションとガイドプーリーの間がね前は詰まってたのが今開いたんだよね。で開いたからローに持っていくとねどん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 指示しててる位置からプーリーが落っこっていくようになったんだよそれでプーリーとスプロ系の間をこういい具合のところに維持するわけ。トップの方だとこう結構どんどん大きくなってってそれで。 プーリーリは下に下がっていくっていうねでこれでちゃんとメーカー推奨の通りにやるとぴたりと収まるんだけどちょっと違うことでやるともう破綻というトランスミッションができちゃいましたでこう見本で組んであるこの2台ですけど1台がねフロントがダブルなのねで今時のロードっぽいあのフレーム でまあ s a なんかも付いてなくてえブレーキはフラットマウントですからだからロードっぽいんだけど、えー、F メカなんか、えー、クリアランスを広げてですね太いいタイヤが付けられるようになっています、うん、d i 2仕様もあるんですけどね、うん、d i 2の必要性あんのかなどうだろうね。 あのもしかしたらあのマウンテンバイク系みたいにやめちゃうかもしれないやめちゃうっていうかマウンテンバイク系ももう DI2 あんまりやる気なくなってる <laughs> やる気はかなくな <laughs> えっとで一番上のグレードの RDRX815 がトップスプロケットは最大も最小も11なんだよロースプロケットは最大で34で最小で30なんだよだからほとんど選びようがないんだよな すごいで、えー、シングルスピード用だと RD の RX817 ってのがあってこれはねローががが最最大が42で最小が40で小なんだよ <laughs> ねほとんど選びようがないということになってます。うん トップは11しかつけられなくてまあまあ実を言うとこれ12つけたっておそらく動くでしょうけどねコースに合わせて、えー、もしくはあの脚力に合わせてスプロケを選ぶっていうのがほとんどできなくてでやるんだったら前の方のギャ、えー、チェーンリングで何とかせえっていうことなんだよねそういう根本になっちゃったそれとえー このチェーンホイールですけども、うん、フォーアームなんですけどね、これギア板をですね、えー、ロードのクランクに合うかっていうふうに聞いたら合わないですねって言われました。でもロードコンポとこれミックスができるんで、えっ、ー、と今まで全部ロードで、あのロードのバイクに、えー、ロードのコンポで組んでるところに、だ例えばアルテとかジ、うん、ュラとかでフルで組んでるやつに、えー、GP GRX の クランクだけポンってつけてもいけるそうです。他あのキャパシティとか合わせればね。だからそうすると、えー、ロード系で、えー、フロントシングルっていうのができるっちゃできる。まああんまり魅力的じゃないですよね。あの歯だけペシッと付けられたらなんか面白いんじゃないのかなと思ったんですけど、歯に互換性はないそうです。あの GRX の刃は GRX じゃないと付かないそうです。あと、えー、クランクはですね。えー シングル用とダブル用っていうのがあるんじゃなくて一種類はそうですねでどっちも共用でつくそうですだから例えばシングルのを買っちゃっても後からダブルっていうのができるんだそうですえっとでスプロ系がですね HG プラスだかっていうのになって、うん、確かにね刃の形状が今までのとちょっと違いますね違っててで変速する時の,あのハイスピードカメラで撮った映像を見せてもらったんですけどうんあなるほど へーみたいなあのい,いい感じで変速してるようにそれでは見えましたねでおそらく現物を触るとあなるほどなみたいな、うん、変速をしていると思いますよだからこれでまたスラムは青くなるんじゃないかなタ <laughs> <laughs> でさえスラムってね変速性能があの常時「みたいな感じですけどこれでまたちょっと差がつけられた感がありますね。 プーリーリがみたいな,なんかビッグプーリーと化してますねだからあの島ノとしても別にビッグプーリーに何でもかんでも否定的なわけじゃなくてまあ使えるところは使うとこうかみたいなねそんな感じらしいですね、えー、こっちはフロントがシングルのタイプですねこうやってねあのアドベンチャーサイクリング的な、えー、自転車に仕立ててあるんですけど だけどどっか未知の道路に入ってフロントシングル私はちょっと違う気がするんだけどな <laughs> あの未知の道路に入っちゃってフロントはシングルしかないという選択肢は違う気がしてならないそ,それでアドベンチャーするのってのは間違ってるんじゃねえのって気がするマジ,マジにアドベンチャーするんだったら発足だよ <laughs> 発足最強だよ 発速最強の法,法則は未だに生きてるね、うん、ただしあの使えるコンポの数が少なくなっちゃって選択肢がなくなっちゃって困っちゃってんだけど発速はね、トラブンないよあの雑に扱って OK だしチェーン丈夫だし伸びねえし、えー、調整いい加減でも動くし刃が曲がったりもしねえし。<laughs> れれないぼっかれないい、うん、だから真にアドベンチャーを目指すんだったら GRX ではなくて発足のコンポをやってほしいだから GRX8 みたいなのが作ってくれるとそれはマジだね、うん、だからこ,れこの,の GRX っていうのは要はアドベンチャー風味なんだよなだけど世間が望んでるのは風味なんだから島ノの,のやってることは正しいんだよ。 シマノのやってることは正しいけど真にアドベンチャーなわけではないということです。だからマジにアドベンチャーするんだったら発足でなんかできるようになんか考えようよ。でデュアルコントロールレバーはなしだね。あれはげげん現現現実でこうあのトラブルともうそれこそアウトだからさ。デュアルコントロールレバーがねうん太いんだよ明らかにで私がこう握ってもうわ太っとか思うんだよねであの 素手で握ってて太いって感じるんだよということはさ冬用の厚手のグローブなんかして握るともっと太く感じるはずなんだよねだなんでこんな太くしちゃうのかがわかんないで今回は800、600、400っていう3グレードこうあるわけじゃないで3グレードあって安いやつはどうしても、えー、コストとかを考えると内部構造をちゃんとご協力にすると全体にボテっとしちゃいましたはわかるんだよ だけどこの800の一番高いやつでもボテッとしてるんだよね。労働系だとデュラあるって105ってあってまあ大体デュラはスリムであるって真ん中で、えー、105になると太くなっちゃってティアグラになるとおえみたいな感じになるわけじゃんだけどこの GRX はどれも太い。<laughs> なんでだろう なんだろうね、でアドベンチャーなもんだから滑り止めとかさブラケットにも、えー、レバーにも両方なってるそうでフんみたいなで滑り止めをいくらやったって滑滑る時は滑るはからな <laughs> それと,、えー、とフロントがシングルのタイプもあるってことはんと左側のレバーがただのブレーキレバーになるタイプも出てるわけちゃんとラインナップとして存在するんですよ。 そうするとさそのレバーと同じものが右を回るとダブルレバー用のレバーにもなっていいような気がしたらまあ当然のことながらあの島ノは最低限のことしかやらないんでい左側しかないそうなんですけどもでなおかつですねこう見てくださいよなんかあからさまに変速の方のメカだけをこう「もいだだけです」みたいなレバーになってるの美しくないんだよね。だからコストとか考えるとこうなのかな。 なんかもうちょっとこういい感じのレバーとかブレーキレバーが出てほしいですけれどねだけど売れねえんだろうなきっとな <laughs> 9ファクターを聞いてくるのを忘れちゃった150とか、うん、その辺なんだと思うんですけどね、うん、こうやってアドベンチャーとか言うんだったら泥詰まり対策の何かとかがあるのかなってちょっと期待したんだけどそういうものが全くなくって、うん、軽くがっかりですかね。 はいじゃあ次が XT かなで XT は去年でしたっけ出たあの XTR が XT まで同,同じようなのが降りてきたっていう感じなんですけどねでリアメカの感じなんかも GRX と同じような感じですねマウンテンのいまだに私不思議なのは Q ファクターがめちゃめちゃでかいっていうのが 気になってて XTR だけは160いくつとか,なんかそんな数字だったりするんだけど XT 以下になるとみんな180いくつとかになっちゃってて、えー、だけどね今回ね FC-M8100 の1っていうこ、まあ、フロントシングルのこれは9ファクターが172になってんだよな172か、うん、172だったらまあいいかなっていう気がしないでもないね160ぐらいだといい気がするんだけどな。 そうね、でチェーンラインがあの今はマウンテンは3種類ぐらいありますんでそれ,それの関係もあって他のチェーンホイールだとーファクターが181になってたりとか小柄な人とか使いにくい気がするんですけどねクリアランスどんな感じなのかっていうとまあこんな感じなんですよ。でどのくらい空いてる2センチぐらい空いてんのかなうんだからあと1センチ詰めちゃって でも150はいくらなんでもあれたとしても160ぐらいになってくれるといい気が私なんかするんですけどね。で冬用のマウンテンのシューズなんかこうごつくなっちゃうじゃないごつくなるってことはいつも足を置いてるとこはここでふ普段はいてる靴はシュッとしてんだけど冬用だとこう熱くなるってなるとこうクランクと吸っちゃうわけだよね。だそういういののもあっってて私ははファクターってのは もうちょっとどうにかしてくださいよ島野さんっていう感じがするんですけどね。でさっきの GRX と一緒でスプロケ系とかがほとんど選びようがなくてフロントの方の刃でコースに合わせろなんですね。だけどフロント側を変えちゃうっていうことはなんだギア比の幅がこんだけあるとこう触れるんだよね。でスプロケ系だと。 クロスレシオにしたりとかワイドレシオにしたりとかどっちかに振ったりとかいろんなことができるトップ側そのままででロー側だけとかねきるのにチェーンホイールでなんとかしろっていうとチェーンホイールの方はあのワイドにしたりとかクロスレシオにしたりとか,だからそういうことをやるとまたあの F メカとの整合性でうまくいかなかったりとか。 なんだかんだだかあるしフロントシングルですとそれこそ歯だけ歯を1枚だけ変えるだけですんでギア比っていうのがこう動くだけなんでねだからそれでいいのかっていう気が私なんかするんですけどねマイクロスプラインのね、えー、安いグレードで FHMT500 ってやつかなこれがクイックのタイプが出るそうです。だから 今までの乗ってたバイクであの昔ながらのね135でクイックでっていうバイクにもマイクロスプラインが使えるようになりますね。といこれであのシ,ョーケーシャーに使うとかねえっとトップが10ですんであでもあれかああそうだあのマウンテンのだと今トップがこんなんでローガはこんなじゃんだけど GRX の使えばいいのか GRX GR もマイクロスプラインだっけ そうだよねきっとあな何か違うな <laughs> そういう組み合わせはできないのかなマイクロスプラインでもっとクロスレシオの張って出ねえのかなうんまあ島野が出さなかったとしてもサードパーティーが出,た出したりとかするかもしれないですけどねまあそっちの方向で期待できるかもしれないですよね今あのカプレーがなくなっちゃいましたんでトップが10とか9とかっていうのがつけられるといいなと思ってる人は一定数いると思うんですけどもね 新しく設計された歯がこんな感じ。今までとちょっと違うでしょ。変速性能はグッと良くなってる感じがしますよ。特にロー寄りの変速はいいんじゃないかなっていう気が大いにしますね。で、これがあの xt のトランスミッション周りがこ,こういう風な構成になっているぞ。と。まあ今時みんなこうですね。スラムっぽいですよね。こっちもあの grx と一緒でなんかビッグプーリーと貸してますよ。 シートポストのドロッパーはまあ割と普通に付くようになっちゃいましたね。あの完成車を持ち込んでくるお客さんのにも結構「いやシートポストのドロッパーなんていらないんですけど」みたいな人にも結構付くような風になりましたね。うんそうかみたいなそんなにドロッパーいるのかななんかメカを複雑にすると、えー、トラブルの元になるんで私なんかはどうかなって思っちゃうたちなんですけどね。 FCTI501 ってこれターニーだっけなターニーだと思ったんですけどこのクランクはねあのまあ、マウンテン系だと思うんですけどもね何がギョッとしたかっていうと横から見るとこの <laughs> クランクの曲がり方は半端ないんだよでここの,あの出っ張りあるじゃないその出っ張りってのはチェーンが落ちた時にそこに引っかかるように作ってある出っ張りなんだけど普通こんなじゃない普通こんなじゃないこんなのがこんなあるのあ <laughs> お,おい <laughs> わすごいなだからこれはね9ファクターが結構あるよあの190とかきっとあるんだよ <laughs> で。でんでこんなふうにペダルとペダルの間をギューとか広げちゃうかっていうと、まあ、とにかくフレームにどのフレームにこうベシャッとつけても合うようにっていうふうにやってんだろうけれどうーんなんだかなって感じはねあ,あんまりだなっていう感じがしますけどね。あとこ,これがね SLA もうもういいよお腹いっぱいですよとかお思うべ思うべってあの私も別にあんまり注目してなかったんであのこっちのニュー SLX にはで XT 見たからまあいいかみたいなでも適当に撮っとくかバシャバシャって撮って家に帰って大画面で見たらあれあれみたいなほらこ,これあのプーリンところが。 ツートンカラーなんだよ奥の方がなんか金属っぽいじゃん何だこれなんだこれ,なんだこれあ,あ現地で私気が付かなかったんだよねえな何これテンションプーリーは普通のプーリーなんだよで上のプーリーだけなんかあれみたいな2トンカラーだよわあ何だろうなんだかわかんないしこっちの説明書にも何も書いてないと思ったな緑茶起きた時にも特に何も話そんなんなんなかったな なんでしょうねまあまあきっとそのわかるよあとティアグラのショートリーチタイプなんかもティアグラとあとアルテグラかのショートリーチタイプがまあ出てたんですけどあのねショートリーチよりもブラケットが小さい方が手が小さい人はきっとありがたいと思うんだけどさブラケットのボテっていうやつあれどうにかしてくるんないですかでボテってのをどうにかしたいんだったらロードの場合はただ単に DI2 にすりゃいいんだよな。DI2 は小さいんだよ。DI-2 にしたいいけど手が大きい人は また困るんだよね。だどっちにも困るんだよ。だ人間が直にこう触るとこなのに。そこの思想がこうバラバラでなおかつ今度の grx は各グレードとも同じ握った感じっていう。あれは一体何でしょうね。わ <laughs> からない。わからないよ。設計した人の意図がわからないですね。で、あの私はね。タッパがあるんで。 当然手もまあ比較的日本人としては大きい方だと思うのねでえっ、ー、と私ぐらいの身長があるとあの私183あるんだけど私よりみんな手がでかいのよもうもう,もう半回りぐらいだから私は身長の割には手が小さいんだけどそれでもまあまあでかいわけやそれでショートリーチとかこう握ってもあんまりショートっていう感じがしないんだよなだあのやっぱりブラケットだと思うんだよね結局女性たちは冬困ってるよ ブラケットが太すぎて私がマジに困ってる人に提案してるのは真、まあ、冬に乗りたいだけどあのブラケットが握りにくくてしょうがないっていう人たちには薄いグラブをつけてでなおかつねドロップハンドルのこうこうブラケットあたりをガバッと覆うまあ格好はよくないんだけどカカババーーがあるんですよハンドルカバーっていうのかなだからあれを使っちゃうと薄手のグローブで操作ができるんで冬でも 大丈夫でなおかつあのハンドルカバーってあれぬくいんだよね実は <laughs> かっこは良くないんだけど実際にぬくいんだよ。で指先とかが冷たくならなくていいの真、まあ、冬用のグローブをつけたって指先が冷たくなるじゃないところがさカバーってのやっちゃうと指先だけが冷たくなるっていうのはな,なくてあれはね実はなかななかか優秀なのですよだから冬もガンガン乗ろうっていう人はあのハンドルカバーをおすすめしますけどね。 グローーブ自体がが性能がいいんじゃゃなくてさハンドルカバーをやっちゃうとあれは抜群に効きます、えー、それ以外の展示ですと電動がガンガン新しいなんだろう元喧嘩版のやつも国内仕様っていうのが出たんだそうで、えー、各社すごい台数だったね20台ぐらいあったのかなこういうのが展示があったんですけどまあ私はこっちに全く興味がないんで、うん、どうでもいいやみたいな。えー、とあとはいろんな、えー、まあこれはデュラですけどね えー、デュラ以外にうーと下はマウンテンなのかな観客ホイールずらーっと並んでるんですけどみんなスルーアクセルになっちゃってあーあって感じだねクイックを乗り続けたい人はどうすりゃいいんだみたいな感じだよで。こうやってトレンドにザーッと流されちゃうんでであーっと流されちゃうあの古いタイプの人は「うん,踏ん張ろうぜ」<laughs> あー「ふん踏ろうよ」みたいな。 とえー、シューズで気になったのがねこれもニューモデルっちゃニューモデルなんですけどマウンテン系なんだけどあんまりハードじゃないって感じのやつですね。XC5 ってやつなんですけどでこういうに私何が気になったかっていうと裏見るとこうなのねあんまりオフロード行っても崖道をこうやっーと走るのにもやりにくいしアーバンでも使いにくいしって気がするんだよで。アーバンが使いいいににくののは何でなのかっていうとここに スパイクがつくようになってるわけじゃなないでスパイクがつくようになってるってのはオフロードで走る分にはそれはゴムっともなんですよ。でもこれをアーバンで使おうとするとここにさ他のソールと同じような柄のこのパターンのこのゴムのこうボルトでこうつけられるような仕様にしてくれるとアーバンでも使いやすいじゃん。だだかららこのデザインだったらさ 普通にに街乗りで使おうって気ななるじゃないこれは派手派手な部分がなくてさでなぜかシマノってさよく分かんないんだけど部分的に緑入れたりとかさあの赤を突っ込んでみたりとかさちょっと普段使いやりにくいよみたいなデザインにしちゃうじゃないだけどこの珍しく XC5 ってやつのこの黒はさ全体が黒で落ち着いてていいんじゃない街乗りにって思ったら裏面がダメなんだよ。 普通こういうのってね少しあのソールの部分の,あのブロックは固めなんだよね普通に歩く分には固めだしソールもこう割とこう曲がんないんで自転車に乗るためのものなんだからそれは当然それが正しいんだけど普段乗りで使うようにっていうんだったら前の方の後付けのブロックは柔らかめの素材みたいのでねそれですり減っていくけどそれはまた何百円かで買えるよみたいな仕様にしてくれるとうんいいんじゃないのかなって。 思ったんですけどねそれともう一点あの GRX でね一個重要なものをね忘れてましたこれですドンハ,ハンドルバーの上を持ってる時の油圧レバーなのねこれがねで普通にこのブラケットのところでにぎにぎできて、えー、上を持ってもにぎにぎできて両,両方ともにぎにぎができるというやつなんですよ。 上の方のの方レバーっていうのは、えー、間に入るわけねデュアルコントロールレバーからこう切ってだからこっちにメカは全部あるわけリザーバータンクからなんか全部あって油圧がこう切ってて途中でこう両方からホースがあって一方が SDI レバーから来て補助レバーからさらにブレーキキャリパーの方に行くっていうだから途中にこう入れられるっていうやつなんですけどもうまくいきゃいいけれど <laughs> なんかまたトラブルがが増えそうな気がしなな気しいいでもないよね <laughs> これは売れないような気が私はするんだけどな <laughs> とあとはねバンドがねペラペラに作ってあるからおそらくエア抜きの時とかをバンドをこう取ってベロンってやってこう下にダランと垂らしながらエア抜きができるような。 仕組みななんだろうなと思って近くにいた島野の社員の人に聞いたんだけどなんか、うん、あのわかんなかなったです <laughs> 答えを教えてもらえなかったんだけど構造を見ると大丈夫そうでしたよ。これ多分,多分鉄でできたバンドでこ,こうやって広げちゃえばパチッとこうハンドルバーから取れそうな、うん、感じでしたね。この プラスチックのキャップの中にバンジョーも何もみんな入っててでいち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 こう締め付けてバンジョーを潰してあの固定をしてっていうことをやっていくんでしょうから作業工程はまた複雑になりますねでエア抜きもまあ当然厄介になると、うん、だからショップとしては面倒が増えるなーみたいなね感じですけどね。うん、だからこう これあのツーリングマシンンななんかかにはいいいもしれよねこれツーリングで上,上持ったままこうブレーキかけられるっていうのはいいんじゃないのっていう気はあのしますけどねまあまあこういう選択肢が増えるのはいい,いかもしれないでこの補助ブレーキは23年ですっと市場から消えるかもしれないから買ったこうかなっていう気になる <laughs> そういう意味であの購買意欲をさせるパーツですね。 とと出てて消えるっていうパーツ世の中あるからね、うん、あのね私はね買っときゃよかったなと思うのはマウンテンでこうフラットバーがあるじゃないフラットバーがあってここにあのバーエンドバーつけるじゃないでバーエンドバーのところでリアメカをこう変速できる、えー、補助変速レバーっていうのがねシマノから出てたんだよ3年間ぐらい。であれは買っとけばよかったなってね。 あの思ってます <laughs> 急速時代かなんかにあったんだよね、うん、あれはちょっと惜しかったなとかあの思ってますんでね,ねであ,あれに対応するあのシフトレバーは持ってるんだよだけどだこ,ここだけは持ってな、ね、いあ,あ残念って感じだねうん。 全体の所見としてはどうなのかっていうとまあ、GRX という新たな選択肢ができたっていうのは、まあ、いいんじゃないですかねでいい,いいんじゃないですかねとか言ったって えっと、GRX の一部分だけを自分の何かにこう組み込むとかっていうのがほとんどできないコンポなんでだからあできるとしたらこのこ,このレバーねここのレバーはあのもしかしたら既存の,あのロードバイクにでもつくでしょうからここにもレバー欲しかったなっていう人にはいいだろうけどそんなに数は多くないと思う。あととはは作業自体がこれはね多分大変変でででですす厄厄介厄介ですよ、うん、でホースの取り回しなんんかも今までと変わっちゃうんで うんど,うどうかなっていう気がするんだけれどねあとはあの腕がそこそこいいショップで頼まないとこれはエア抜きなんかがうまくいくかどうかっていうのがちょっとなーみたいなあの感じがありますねだから GRX はおそらく日本じゃあんまり売れないんだよねこの系統はね。で XT と SLX もすでに XTR が発表されてるんであんまり新鮮味がない,ないっちゃう。 ないんだけどだから方向が一方向にわーっと向いちゃって、えー、全部が同じものが出ちゃうんでなんかあとは値段が違うだけ素材とかのコストが変わるだけであとは同じみたいなことになっちゃうんでお面白くもなんともないみたいなことになっちゃうんだけどだけど島ノもあの株を公開してますんで最大限儲かるようにするとこうなったっていうこと。 なんだろうねね多分ね、うん、だから趣味としてこうやってみるとこういうラインナップを見せられてもあんまりあのゾクゾクするものっていうのはないよねふーんみたいな。だけどまあこれが一番儲かるやり方なんだろうねきっとね何だろうねっていうかいやそれが本当かどうかはあの分かんないよね。今ね、えー、っ今ね日本の大型バイクのメーカーシェアっていうのがねガラッと変わっちゃったんだそうですよ。あの昔から ホンダが1番、その次ヤマハ。その次鈴木川崎ってなったのが、今川崎がバーンと1番になっちゃってるんだってで、それは何で何でなのか？っていうと何だっけ？z900rs っていうのがバカ売れしてるんだ。そうですよ。あの絶対的なバイク。まあまあ z2 ってのはあれ7。7半なんだけど、だから昔のマッドマックスとかの時代のアルフォスさせるような。 のが現代のテクノロジーでポンって出されたのね。で値段も割と安いの、百三十万円ぐらいで売ってんの。でそれがバカ売れなんだそうですよ。じゃむか昔出てたものを全体的にリファインしたものがバカ売れしてる。だから GRX もぜひとも早速でマジアドベンチャーみたいなことをやってくれると <laughs>、もしかしたら大ヒットするかもしれないな。死 <laughs> ねえよ。早速しねえよ。同じく。 鈴木が刀刀を出したんだけど刀は惨敗らしいな <laughs> まあ世の,世の中はなかなかねまあ思った通りにはいかない思った通りにはいかないけどあれこれやってるとどれかが当たるということですねだから GRX もぜひとも800600400とあったら真ん中の600は8速でやってほしかったです <laughs> で。島野さんどううででしょう8速で 早速でマジ,マジアドベンチャーな、えー、コンポーネントを目指してみたらいかがでしょうか <music>